ということでですね、やってきましたよ、お友達。あ、やっと来ました。やっと来ました。ちょっとだいぶ日がなんか傾いてますけれども、本当にちょっと行動、はい、遅かったかな今日は。ちょっとじゃあご紹介をいいですか。いきますよ、はい、ということで、はい、こちらあの中山きく子さんこと北岡ゆめ子さん、あ、逆か。いや逆じゃないよね。え、逆だよね。北岡ゆめ子さんこと中山きく子さん、あれ見られる。どっちがいい。みなちゃんはいつもきくちゃんなんだよね。あ、そう、きくちゃん、私はきくちゃん、本名の中山きく子さんのきくちゃんが私はいつも呼んでる。なるほど。でも皆様には北岡ゆめ子さん、おお、今北岡ゆめ子ゆめちゃんなってるんだ。5人はどちらがよろしい。どっちでもいいです。あ、どっちでもいい。え、ご主人様どっち呼ぶの。いやいや、夢子呼ばないでしょ。おかしいでしょ。キクちゃん。いや、まあそうだよね、そっちだよね、普通はね。なんていうの、キクコっていうの、キクちゃんっていうの、キッちゃん、キッちゃんっていうの。なんて今日からキッちゃん。なんかキッちゃんってなかった和食屋さん。知らないけど、みなちゃんがキクちゃんって言い始めて、みんな同級生キクちゃんになったんだよね。あ、そうなの。そうだよ。あ、じゃあちょっと変えるわ。できる。できるかも。忘れちゃわない、誰だっけって。ゆめちゃん。ゆめちゃん。ということで、実はこの時間からちょっとアフタヌーン。そうなの。アフタヌーン楽しみにしてましたね。ちょっとあの、まず、飲み物なんかもね、ちょっと頼んでいただいて。はい、はい、じゃあちょっと落ち着きましょう。ちょっと、もちろん、ずっと私たちは落ち着いてるわね。そうだね。なんか誤解されてるようだけど。お二人ってこうどういうあれなんですか、のご関係なんですか。近所のってびっくりしたね。近所の堀越時代の同級生で同じクラス。あ、そう、そうだって一クラスしかないから。そうだよ。そう、全員同じクラス。で、キクちゃんは、2年生2年生の中頃に転入だよね。転入してきたんだって。そうなんですね。そう。だって、覚えてないよ。ずっといたような感じなんだけどね、私にとっては。そう、転入してきた。転入してきた。あ、でもその頃から、もうすぐ仲良くなった。そうです。それがね、はい、聞いてみようか。聞いてみよう。どんな感じでした。私ね、もうみなちゃんは仕事始める前から知ってたから、あ、あのって思った。あのみなちゃんだって思って、学校でもキラキラしちゃってるの。すっぴんないんだけど、もちろん。ちょっと、ちょっとなんか近くしてしまう。切ってもらっていい。あ、なんなら切ってもらっていいですか。いいこと言うときはお願いできます。面白いでしょ。いやいやいや、これでね、8時間ずっと喋り続けるんだよ、私たち。いやいや、8時間止まんないよね。止まらないよね。この間、先日私思ったのね、お会いして何時間もあって帰ってきて、みなちゃんが なんか連絡事項が、今日はありがとうねっていう LINE をし合って、その後に余談ですがって来て、私が余談からいいですかって、余談からまた本題に来ちゃったよね。LINE じゃ止まらないの、またお家に帰っても。そう、何なんだろうね、私たち。だからやっぱり止まりだよ。そうだね。話戻ってもらっていい？なんだっけ。だってみなちゃんのいいところからでしょ。戻れるかな。戻れない。ちょっと切るから。なんかね、すごい可愛くて目立ってたんだけど、でも話しづらかったの、可愛すぎて。でも普通クラスで一番話しやすい女性だった。あ、ちょっと聞いた。その頃から結構よく喋るんですか。喋るっていうか、私の中では可愛いイメージなんだけど、絶対ポイント的に面白いことをこうバッて言ってくるっていう。あれ、でもテレビで出てないから、あれどうしたんだろうと思ってて。あれ、なんかまだ見せてない私がいた。完全に見せてないでしょ。いや本当に、私そこがみなちゃんの良さだと思ってた。可愛いのに面白い。面白いらしいよ。じゃあなんか誰とでもそういうなんか慣れちゃうような感じでもないんですか。どうなんですか。でも結構喋ってたよね、マウペンなんかみんなみたい。マウペンなんか、うん、みたい。喪失だ、そうだ。みなちゃんないよね、記憶。そうなの。記憶喪失なんですね。記憶喪失なの。でもみんながこうだったよねって言われて、あ、そうだったかもしれないと思って。でも記憶が戻ったらどれくらいだ、どれくらいからなんですか。去年の夏くらい。去年の夏遅くない。違うの、去年の夏に
プチ同窓会があって、はい、それまで私あの子供がやっぱり小さくって週末になるとやっぱりあの習い事とかで参加できなかったので、今まで何回かあったんだよね。3回ぐらいあったね。でそれに声かけてもらっても行けなくって、で去年の夏に声かけていただいた時に、あもう子供も部活がないし、あ一緒に行けるって言って参加させてもらってから皆さんとまた一緒に連絡取って会うようになって、ゆめちゃんとはもうねすごい合ってる。あ今はね、そう今すごい久しぶりに会ったんだけど、ね、なんかそのブランクがない感じ、もうずっと会ってたみたいな感じで、でもう普通に、あじゃあ本当にすごく多分もうね今はね何だろう、なんか全部がね合うの。お食事もお洋服もなんかいろんなことが合うの。だから一緒にいても疲れないし、めちゃめちゃ楽しいの。あそうなの。そうなの。そうなの。そう言われますけど、どうですか。いや同じだなと思って、あ、同じこと考えてるの。そう同じ、これ欲しいねって言うとみなちゃんもこれってあの年代で送ってきてくれたりとか、あとまあすごいいろいろ選んでもらったりとか。おドリンクの方も来たくて、おドリ、あ、はい、おドリンクね、はい、いただいちゃいましょう。じゃあ、あら可愛い蝶々が、え、ほらね、そういうとこみなちゃん気づくよね。いやいやいや本当にジュレ、はい、そうです。スープ、こちらがきなこのブラモンジェとゆずのジュレでございます。きなこ、きなこ使ってます。きのこじゃなくてきなこです。きなこさんがきなこのブラモンジェというのがゆずのジュレでございます。はい、スープで一緒に作っていただきまして、甘さと酸味をお楽しみください。はい、きなこね、いいね、いいね、食べよう。いただきます。ちなみに、はい、あの普段はここでは食べられないんですよ。あら、なんで。その隣にまたホテルがございまして、そこの、ロビーにある、まあ、ところで、まあ、食べるものなんですけど、ちょっと特別にあの2人のためにちょっとここにご用意いただいたという。ありがとうございます、はい、あのね、はい、程よい甘さとこの酸味がね相まって、和と洋がなんかミックスされてるような感じかな、うん、美味しい、わーい、あ、こんにちは。すいません、はい、ありがとうございます。美味しそう。なんだろう、ドキドキするね。シンプルな旧看板のサンドイッチがあれなんだね。知らなかった。キュウリって高価な食べ物だったってね。ね、そこは聞いたね。いただきます。いただきます。うん、おいしい。食レポいる、キクちゃんの。なんで話すの。いただきます。ゆうゆうしてもらって。なんでこれ。ちょっと可愛いでしょ。なんかアイドルでしょやっぱり。ちょっと何ハードル上げ出したの。ああもうそれ。どうぞどうぞどうぞ。やっぱりこう一番オーソドックスなサンドイッチが一番美味しいってことですね。ちょっと。ねクエスチョンになってるけど大丈夫？言い切ってなかった？うん。高速ってあったっけ。全然知らない。全然知らない多分ね、覚えてる人がもうすぐ来ると思う。あ、覚えてる方がもうすぐ来る。そうなの。あの私たち比較的記憶喪失になってるんだけど記憶を全部覚えてる人がもう一人いるの。その人が多分来てくれると思うんで。堀越が、堀越ってやっぱイメージですよ。うんうん、なんかすごいこう大変だったんじゃないかなっていう、うん、なんかイメージがあるんですよ。僕も世代なのですごく分かるそうでもないんですよ。私ね、泊まりに行ったことがあったんですよ、はいはい、で、
その時から10代なのにパスタを作ってくれて、バナナジュースを作ってくれて、お風呂もこう沸かしてくれて、お泊まりだったんでパジャマも私持ってかないで行っちゃって、用意してくれて手厚くやってくれたのを、その30年ぶりぐらいに再会した時に、みなちゃんこうしてくれたよねって言ったら、全く覚えてない記憶にない。そんな、そんな手厚いこと高校生でできないもんね。できてた、やったんですよ、きっと。できてた、すごい。渡辺美奈代さんです。間違ってない。大丈夫、私だった。渡辺美奈代さんですよ。渡辺違いじゃない、美奈ちゃん。渡辺さん一人だった。あ、本当ですか。いたけも一人だって。いない。本当にすごいでしょ。それ聞くとすごいなと思って。さらっと菊ちゃんが上手に作り話してくれてるんだから違う、本当に。でも覚えてないって。でお友達がよく、みなちゃんこうだったよね、ああだったよねって集まって話すと、みなちゃん全部覚えてないよね。うん、断捨離とか言ってたもんね。うん、記憶の断捨離、記憶の断捨離しちゃってた。あ、記憶の断捨離した。ちょっと断捨離しすぎじゃないですか。しかも昔じゃないことも覚えてない時あるよね。そうなの。だって淡い思い出が全部消えてるわけですよね、その。うん、なんかあんまりいい記憶じゃなかったとか。やめて、あれ良くなかったのかしら。そんなことないよ。それが断捨離したってことじゃないですか。じゃなくて忙しすぎたんだよ。なんか次から次へといろんなことが起きていくから、うんうん、だから今の思い出がすごい濃い。その学生の頃に学校が終わってからどこかにみんなで行くっていうことができなかったから、今その状況を今楽しんでる感じ。あ、そうだね。うん、キッシュめっちゃ美味しいよ。行った。うさん、ちょっとごめんね、ちゃんと2人が話してる間に。かぼちゃでほんのり甘くてめちゃめちゃ美味しいよ。秋のなんか。そうだよね。うん、というかね、キクちゃんはね、裁縫が得意なの。あ、そうなんですね。今ね、ワンコのお洋服作りに習いに行ってんの。あ、そうなんです。すごいでしょ。すごい。ダックスを飼ってるんで、はいはい、大きいんですよ、うちミニチュアなんだけど、はい、でサイズがほとんどなくて、もう作るしかないと思って習ってた。はい、ほら作ると。あの余計な情報忘れちゃったの。カモミールとローズ。いや、みなちゃん本当余計な情報。癒し系の紅茶。あ、そう、起こさなくて僕が大丈夫からね。から大丈夫だよ、寝てて。いや、もうちょっと、ちょっと、いや、ちょっと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 、最後までご視聴ありがとうございました。よろしければぜひチャンネル登録お願いいたします。こちらです。コメントもお待ちしてます。